フィリピンは、ポリエン系抗真菌薬の一つである。1955年に、アプジョン社の科学者らによって、それ以前は知られていなかった、抗戦菌ストレプトマイセスフィリピーネンシスの菌死体、よび培養炉液から管理された。ストレプトマイセスフィリピーネンシスは、フィリピン諸島で採集された土壌から発見された菌である。化合物名よび菌の学名は、 フィリピンに由来している。本化合物は強力な抗菌活性を有している。特徴的な主害、歌詞及び赤外スペクトルからポリエンマクロリドであることが同定された。ポリエンマクロリド系構成物質は強力な抗菌活性を示すにもかかわらず、アムホテリシン B 及びナイスタチン A1 以外のほとんどは薬として使用する際に毒性も示す。 ステロール依存性4チャンネルを形成するアムホテリシン B 及びナイスタチン A1 とは異なりフィリピンは単純な膜破壊剤であると考えられているフィリピンは強い傾向を示しコレステロールに特異的に結合することからコレステロールの組織化学的染色に広く使用されている細胞膜中のコレステロールを検出するこの方法は C 型ニーマンピック病の診断及び研究において臨床で用いられている。また、哺乳類細胞の脂質ラフとカベオラエンド細胞質経路の阻害剤として細胞生物学で使用されている。フィリピンはフィリピン I、II、II、II、v の4種の成分の混合物であり、フィリピン複合体と呼ばれる。主要成分であるフィリピン3の構造は、 セダー及びライヒッチによって提唱されたフィリピン複合体の構造と一致している。フィリピン I は特性を明らかにすることが困難であり、それぞれフィリピン3よりヒドロキシ元が2つ、少ないいくつかの成分の混合物ではないかと考えられている。フィリピン2の構造は質量を分析及び核磁気共鳴分光法によって1でオきしフィリピン3であることが示された。 フィリピン4はフィリピン3の異性体である。NMR スペクトルはフィリピン3とほとんど一致しているが C2 位のプロトンの分裂パターンが主な異である。このことからフィリピン4はフィリピン3の C1 あるいは C3 位がエピメリ化したものではないかと考えられる。フィリピン3の相対及び絶対立体配置は 13CNMR。 アセトナイド分析によって決定された。1997年にフィリピン3の全合戦が報告されている。ありがとうございます。